ショーフィー TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブチャンが1000人を超えたらこちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います、はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントしてサブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、ただいまね、ちょっと緊急で動画回してるんですけれども、ちょっとね、ちょうど1年ぐらい前かな。ここ、クロスなんですけれども、クロスで僕遅刻したんですよ。まあ、歴史は繰り返されると。言ったことで、やりました、やつが。はい。はい。はい。くそー。ですね、まあ、ことの経緯を話しますと、まあ、ちょっと僕の自分の車じゃなくて母親の車なので、母親を会社に送ってから、まあ、めちゃくちゃ余裕あるなということで、朝ロッテリアで編集をしてたわけですよ。で、そこでヒロトから連絡がありました。今日この撮影ちょっと翔平さんが用事で来れませんと。分かりました、じゃあね、こういうの撮ろうっていう話をしてたんですけど、そこから既読がつかなくなりました。これが9時半ぐらいの時点です。で、僕それで、まあ、なんかちょっと嫌な予感するなと思いまして、普段だったら、まあ、そこから車でだいたい15分ぐらいでクロスつくんですけれども、まあ、ちょっと早めに出ようかと思いまして、まあ、ちょっと出たわけですよ。ここの辺りに着く前にちょっと翔平さんに電話をして、あのヒロトからなんか連絡行ってますかと。で、僕が住んでるところにもヒロトの方が近いので、まあ、そういうのって大体今までヒロトがやってくれてたんですよ。まあ、そこはありがたいし感謝してるんですけれども。で、まあ、ヒロトから連絡出ない、ヒロトから、翔平さん連絡ないということで、まあ、僕が翔平さん家にちょっとね大回りして、向かいまして、そこで、まあ、あのボールを借りてきたりとか、あの普段使ってる、機材とかを、借りてきたって感じなんですよ。まあ、経緯はここまでです。で、その後ヒロトに電話をしました。許可書取ってますかって。まあ、ヒロトがね、これも、まあ、僕がちょっと仕事でっていうのと、場所が遠くて行けてないので、その許可書を取りに、でヒロトに毎回頼んでたんですけども、まあ行ってないということで、僕そこからまた許可書を取りに行きました。で、グラウンドに着きましたという流れなんですよ。でですね、もうヒロト来てはいるんですよ。そういったところで言うと、まあ、僕もね、前もって、こういうことがあるかもしれないっていうふうに予想してなかったのはいけないんですけれども、まあね、やっぱり遅刻は良くないよと言ったところで、まあまあまあ全部頼んじゃってるから何も言えないですよ、僕自身も正直言うと。っていうのもあるんですけども、ヒロト昨日休みだったんですよ、仕事。確かにゴールデンウィークあれかな、あいつは10連休かな、いやあったやろと時間まあね、いろいろあって、まあちょっとヒロトゴールデンウィークお休みをさせるために、動画をいろいろ頑張ってもらったんですよ、カットとかを。で、まあ、ゴールデンウィーク遊んでいいよという風にして、まあ、ヒロトゴールデンウィーク分のカット分全部終わらせておいて、まあ、遊ばせているんですよ。今まで頑張ってくれてありがとうということで。でもね、それは撮影ではないよねっていう、編集だよねっていう裏の世界の話で、まあ、ちょっとね、まあ、がっかりじゃないですよ。まあ、僕自身も頼んでる側なので、がっかりではないんですけれども、まあ、ちょっとそういうところもね、気を使ってやってほしかったなと、思っています。で、なおかつ、ユーポン？どうも、ユーポンです。はい、お久しぶり。お久しぶりです。ね、倒れやがって。ごめんなさい。あいつ、ユーポンたちとの集合時間も忘れたんですけど、遅れたよね。そうですね。てか、もともと、前日に言ってうちに来る予定だったんですよ。はいはいはい、自分の家に来る予定だった大阪からわざわざ来てくれてるゲストもいるんで、はいはいはい、その方も一緒にうちにいて待ってたんですよ、はいはい、うん、でそろそろ来るかなと思ったらピロンって連絡が来まして、入間市駅来れるみたいなできまして。何時頃、今日10時半開始なんですよね。で10時にうちに来る予定だったんですよ。はいはい、まあね、それだったら妥当だよね。そうです。で大体9時50分とか55とかそれぐらいかな。うん、入間市まで10分で行けないよね。そうですね、50分ぐらいで2駅です。だよね。で、そこから駅まで、まあちょっとあるもんね。そうっす。だから結局駅に着いたのが10時15分ぐらい。うん、なるほどね。はい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 。で、さらにそこから許可証取りに来るからちょっと待っててと、駅で。許可証取りに行ったら誰だ？ヒロトです。あ、じゃあ俺なんだよ。あ、そうなんすか。うん、結局で、それでなのに駅に来るのが、駅に来たのが多分10分後ぐらい。うん、10分15分くらい。やべえ、ちょっとね、昭和の野球も思い出してな。俺昭和生まれじゃないけど平成生まれだけどまあね、はい、そういったところもあって、別に、はい、まあ僕も本当にさっきからずっと言ってるけど、ヒロトにいろいろお願いしてるので、そういうところは、はいはい、なるほど。まあ強くは言えないですけどはいはい、はい、時間は守ろうよと、うん、でそれはヒロトにも言ってるし、はい、でなおかつヒロト最近編集で
ちょっとずつポカがあったじゃないですか。話聞いてるところで、ね、まあ、ちょっといろいろありましたね、うん、で、まあ、そういうのもあって翔平さんと僕から、あとはまあクレイジーピーさんから、はいはい、まあ、しっかりとほうれん草をしようよと。なるほどなるほど。その1週間後ぐらいですよね、今日ね。そうですね、多分Pさんが来たのがもう先週とか。そうっすよね、はい、まあね、皆さん時間は守りましょう。じゃあ守りましょう。そうっすね、まあこれってゆうぽんもね今バイト始めて、そうですね、分かると思うんだけれども、時間って僕からしたら自分の時間はどうでもいいんですよ。人の時間を損させずにやるかっていう。そうですね、はい。時間は有限だからね。そうです、24時間しかないから変えられないですからね。そう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 、まあね、そういうのもあるので、はい、ちょっとまあ後でヒロトにもね、優しくお説教したいとは思ってるんですが、はい、皆さんね、ちょうどあの5月、はい、撮影日が5月の今3日、そうですね、中だるみの5月と言われているし、まあ、特にね、新生活始まった方ってちょっと疲れてきたなとか、まあ、この時期一番しんどいですね、うん、っていうのがあるので、皆さんちょっとそういうところは ぜひ気をつけていただいて、はい、それで、まあ、こうやって言ってるので僕もなおさら気をつけなきゃいけないなっていうのが出てきますし、そうですね、はい、ぜひ皆さんね、過去にそういう失敗があった方はぜひ後輩ちゃんに教えてあげたりだとか、自身もまず気をつけていただいて、はい、まあ、今後こういうことがないようにと。そうですね、いうことで、すいません、2年連続この時期こういう動画を出すことになって申し訳ないんですけれども、はい、まあ、注意を払うという点では、で、ね、野球もね、はい、人数集まなかったら試合できませんし、そうですね、っていうのもあるので、まあ、もちろん社会人仕事としても同じなので、はい、皆さんそこはぜひ、気をつけていってほしいなと思います、はい、お願いします。ちょっと後でヒロト来たら話聞いてみようと思います。そうですね、じゃあごめんね、ゆうぽん、ありがとうございます。ごめんね、本当に今日大丈夫です、すいません、本当にありました。はいっす。はい、ということで、はい、主役です、本日の。5月だし、たるんでるところもある。まあ、俺も去年やらかしてるし。ね。ヒロト、じゃあ今後どうしていくかっていうのを、しっかりとちょっと明言してもらって。はい。時間通りじゃなくて、ほんと時間の余裕を持って30分前行動とか、その分、多分時間取れれば余裕を持った行動ができるので、そういった行動をします。行ったな？言いました。言い切ったな。言いました。絶対守ってもらって、まあ皆さんも、まあ30分前は大げさかもしれないんですけれども、まあ我々日本人ですし、その日本人特有のってその文化もね、まあ今こういうグローバルな文化の中で言っていいか分かんないですけれども、まあ時間に余裕を持って、行動していただければなと思います。でさ、今、グローブさ、気に入ってるグローブ、トップ5ぐらい言ってもらっていい？マーゴー、ウィルソン、玉沢 Z、水のプロか。はいはいはい。じゃあ、ヒロトがこの公約守れなかったら下からプレゼント企画にしておきますか。弱。守ればいい話。守ればいい話ですね。わかりました。そうよ。はい、僕はね、これは翔平さんと決めています。わかりました。はい。はい。っていうことで、皆さん、じゃあヒロト遅刻してもらおうかっていうわけにはならないので、こちらも。できればね、まあヒロトのグローブ、ヒロトに使ってもらいたいですし、こんな形でね、プレゼント企画出したところで、あんまいいもんでもないですし、致し方ない遅刻はしゃあないよ。はいね、もちろんしょうがない遅刻はまあ本当にしょうがないけれども、報告はせめてしっかりするように。はい、仕方ない遅刻は仕方ないでいいから、まあ事故車両あったから全然車通行止めになってましたとか言ってみないと分かんないじゃん、そういうのは。はい、そういうのは仕方ないにしろ、混雑に関しては前読みできるもんな、 Google 先生あるし、はい、っていうのはあるので、まあ本当に不可抗力以外の遅刻は発動させていくんで、分かりました。皆さんもね、そんな形でプレゼントもらわないようにちょっとヒロトに説教なりこうした方がいいよってアドバイスのコメントを、まあ、こんな形で動画を回すのもあれですけど、お願いします。はい、ということで本日は緊急に動画を回したヒロト遅刻編でした。またね、謝罪の旅が始まると思いますが、今後とも、皆さんも気にしないように、お願いいたしましょう。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。